パナソニックモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。2005年に発売された P701ID の後継モデルに相当する。スクエアタイプとラウンドタイプが存在するが、スクエアタイプはホワイトとブラック、ラウンドタイプはシルバーとコーラルといったように形状によってカラーが決まっている ID の端末であり、 デザイナーズ形態である。本機は佐藤拓のデザインによるものである。背面液晶は STN 液晶から UKL に変更されており、P701ID の時のように背面ディスプレイ部の出っ張りがなくなり、文字もくっきり表示されるようになった。また、文字入力は P900 ニーズ相当のものが搭載されている。着信時のライトは一見。 カメラレンズの脇にある場所で光るように思われるが、これはカメラ撮影時の補助光を発する場所である。着信時にはカメラ部周辺の黒い部分と右端との間にある一見何もないように見える部分が光る。この部分に円形の光を発する。パターンによっては淡くついたり消えたり、キャンドルのように揺らぐようについたりもする。音楽は SD オーディオのほか、 70歳シリーズとしては初めて着歌フルにも対応した。また、プッシュトークにも対応している。この端末のボタンは黄緑色に光る。受信メールは1000件、送信メールは400件保存できる。プリインストールされている i ア,アプリは G ガイド番組表リモコン携帯コーディネーター、カウントダウントレーン、P、リバーシの4種類である。2007年4月末日現在、 特に大きな不具合は発見されていない。ありがとうございます。